録画しつつ見ていて DVD も欠かさず購入しています、うん、サマーズさんと大山理子アナウンサーとの絡みは最高でしたが大山公認の加納恵りアナウンサーも、うん、なかなか面白みがあって見てて楽しいですよへえ、そうなんだこれはだからすごい不思議だよねもやもやサマーズってさ、うん、もう俺も好きもうサマーズが好きだからさ、うん もう全然見てられるというか、うん、なんだけど DVD が売れるなんて想像しなかったよね、うん、ああいう番組って<う> DVD ってやっぱ作品性のあるものじゃん売れるものそってそう、ね、だから最初お,<い>かおかしいなと思ったのが DVD こんなの DVD 売,売れるわけねえじゃん<う>っ,とって思うよね思った。だからこれは予想裏切ったよね、うん、よくね DVD で見ようと思うかねと思うじゃん普通普通は見ないよ なのに。なんでだろうあのあいうのが。いや、だからわかんないんだよ。らら結局誰もわかんないんだよ。何が売れるかなんて。ね、曲もそうだし、うん、テレビもそうだし。うん、だってあの秋元康さんだってだよ。うん、何が売れるかわかんないって言うんだから。まあね。あだって AKB がなんか言ってたけど、恋するフォーチュンクッキーって最初メンバーの中で不評だったっすったもんね。言ってた。 最初聞いた時、「は?ん」っていう感じ。なん何これ。に何のこの曲。すげえいいんだそれ。うん、そう。そうでも、正直、メンバーの間では最初、苦評。苦評だったのって。うん、言ってたよ。うん。それがあんなっちゃってと。分かんない。分んね。分かんないよね。いい